君は。私を知っているのか、光栄だ。君はよそ者だな。よそ者だということはね。だが名前までは知らない。名乗ってもらわないことにはな。いい名前だ。よく似合っている。警戒しなくてもいい。私の顔が嫌いか？じゃあそんなに睨まないでくれ、お嬢さん。まあいいよ。全く警戒されないよりも少し警戒されるくらいの方が男として不都合がないからな。
嫌われていないのなら仲良くしよう。よそ者は珍しいんだ。君とは気が合いそうだ。あれ、あんた、名前を知っててくれて光栄だが、その呼び方はやめてくれ。あのな、あんた他人事だからそういうことが言えるんだぜ。嫌なやつだな、あんた。あんたの名前は？普通だな。それを俺に言うか。マジで嫌な女。褒めてねえ。なあ、そうだが、なんだ、その疑っていそうな目は。
あんたもよそ者にしちゃ親しみがいがある。俺も一応ここの有力者だからな。よそ者じゃ知らないだろうが、それなりの能力があるんだ。よそ者ってことは、あんたは敵じゃない、味方でもないが、仲良くしようぜ。噂によるとよそ者っていうのは仲良くなりやすいものらしいからな。お前はなぜここに来た？何の用だ？なんとなくだと？なんとなくで来るな。仕事の邪魔だ。薄気味の悪いことを言うんじゃない。誰も変な意味だなんて言っていない。そう感じるのなら変なことを言うのをやめろ。よそ者なら他にもっと歓迎されるところがあるだろう。なんだってこんなところに来るんだ。私は壊れた時計の修理をしている。それが仕事だ。
地味だが、時計を触っている時間は気が休まる。邪魔をしないなら、たまに見に来てもいいぞ。誰？この子。俺の知り合いだ。すまんな、こいついつもこんな感じなんだ。変なやつだが紹介しとく。こいつはボリス・エレイ。俺んとこに居候しているただ飯ぐらいだ。おいおい、その紹介はないんじゃないの？事実だろ。他になんて紹介すればいいんだ。変な名前のやつに言われたくないね。な、名前のことは言うんじゃねえ。メリーゴーランドだもんな。言うなって。変な名前。てめえの名前だって名字だか名前だかわけわかんねえんだよ。おっさんに名前呼ばれても嬉しくもなんともないから適当でいいよ。おっ、おっさん。おっさんもやめろ。俺はそんな年じゃない。見た目老けてる方が悪い。武将髭なんとかしたら。その三つ編みもわけわかんない。これはおしゃれで。名前と同じでセンス最悪。悪いこと言わないからやめといた方がいいよ。しみじみと言うな。しみじみしちゃうくらいのもんなんだよ。ひどいぜ。会ったばっかりで結託するなよ。何？焼いてるの？この子、あんたのじゃないんだろ？
握手。俺はボリス・エレイだ。あんたは？覚えた。俺のことはボリスって呼んでくれよ。こちらこそ。こいつに騙されるなよ。こいつに気に入られるとめんどくさいぞ。騙したりしないよ。めんどくさくもないね。殺される前に紹介しておこう。うちの門番たちだ。こんにちは。僕はトゥイードルディ。よろしくね、お姉さん。こんにちは。僕はトゥイードルダム。よろしく、お姉さん。かわいいね、お姉さん。僕らと遊ばない？ねえねえ、ボス。このお姉さん、ボスの女？残念ながら違うな。じゃあフリーなんだよね。フリーってもったいないよね。僕らなんかどう？僕もフリーなんだ。試してみない？僕たちのどっちがいい？どっちが好き？それとも両方がいい？ただでいいよ。なんだ？おや、私は雇い主であって保護者じゃない。教育なんてしていないさ。
子供扱いしないでよお姉さん。僕らちゃんと働いてるんだよ。いいギャラもらってるんだから。腕は立つよ。誰でも彼でも殺してしまう困った子たちだがね。お姉さんの顔は覚えたから安心して。殺せないよ。気軽に遊びに来てね。誰だお前。撃つなエリオット。彼女は私の知り合いだ。知り合い？ブラッドは気分次第で素性を調べもせずに知り合いになっちまうからな。知り合いって言うが、見たことないぜこんな女。どこかの回し者ってことはないのかよ。それはない。彼女はよそ者だ。よそ者？これがよそ者。珍しいな。エリオット・マーチ、ブラッドの相棒だ。よろしくな。なんだ？耳？耳がどうかしたか？撃つなよエリオット。ペーターっつうとペーター・ホワイトのことだよな。
似てる？どこがだよ、どこが。あいつは敵だぞ。大体俺はあんなに陰険じゃねえよ。どこが？ブラッド、この女すっげえ失礼だぞ。ずっと銃を向けているのも失礼だ。そろそろ下ろせ。ペーター・ホワイトとお前は似ていないから。だよな、どこも似てねえのに。似てる似てるっていうやつ多いんだよな。大体殺したけどマジでうぜえ。どっこも似てねえってのによ、わけわかんねえぜ。ああそうだな、お前とペーター・ホワイトはどこも似ていない。わけがわからないな。まったくだぜ、どいつもこいつも失礼な。いいぜ、許してやる。ブラッドの知り合いだもんな。水に流してやるから安心しな。よそ者じゃ、いつ元の世界に戻るかわからねえけど、仲良くしようぜ。なんじゃお前は。いかにも、わらわはハートの城の女王ビバルディだ。お前は。答えよ、さもなくは首をはねる。お前、よそ者か。なんじゃ曖昧な言い方をしよって、死刑にしてほしいのか。
おい、お前。は。お前はこの娘がよそ者だとわかるか？は、いえ、残念ながら。私は役なしのカードですので。わらわにはわかる。よそ者には初めて会った。どうやったらわかるものかと思って。聞いた話通り分かるものじゃない。感じると言った方が良いのか。さすがは女王陛下。うん。ああ、お前死刑な。は？分からなかった罰じゃ。誰か。この者の首をはねよ。はは。お前、わらわのことに好きか？よそ者とはこの国の者に好かれるべく来た生き物らしい。じゃが一方的に好かれるなどずるいと思わぬか？わらわが好きか？カナットはなんじゃ、カナットは。いい加減な娘じゃのう。まあよい。わらわが好きなら生かしておいてやろう。わらわのことはリバルディと呼ぶ。リバルディ。そうお呼び。でないと首をはねてしまうよ。それでいい。連呼しなくとも聞こえておる。そんなに浮かれて、よほどわらわのことが好きなのじゃな。ではまた遊びにおいで。ハートの城の門扉はいつでも開放されておる。
久しぶりです。僕に会いに来たんですね。そうだと思いました。寂しくなったんでしょ。僕もですよ。あなたがこの世界にとどまってくれるのならそれだけでもいいんですが、やっぱり愛する人とは一緒に過ごしたいですよね。僕は幸せです。僕は変わらずあなたを愛していますよ。え？真面目で一途なウサギになんてこと言うんですか？ひどいな。鼻で笑いましたね。一途にあなたを思っているのにひどい。それは僕を思うがゆえに足が勝手に。バカにされている気がします。ああ、なんだかそっちの方が痛いので前者でお願いします。普段はキリッとしていますよ。そういう姿を見せたら、あなたも僕を好きになってくれます。顔はって。僕はあなたに好かれたいんです。他の誰かじゃなくて、あなたはどうなんです？常にキリッとしていたら、僕のことを好きになってくれますか？
嘘つき。あなたのためなら変われるのに。でも、僕じゃダメなんですよね。勝ちたいゲームほどうまくいかないってこと、ちゃんとわきまえていますよ。また来てくれたんですね。嬉しいです。僕の愛が伝わっているんですね。僕のものにならなくてもいい。愛していますよ。え？いいじゃないですか。愛しているんですから。そういうシーンですよ。再会を喜び合う二人、切なく甘いラブシーンってまさにこういう場面でしょ。あなたが僕を狂わせるんですよ。
愛しています。愛って苦しいものですよね。何ってキスをしようかと。なんでやめないといけないんですか。切なく甘いラブシーンときたらとりあえずキスをしておかないと。わかりました。わかりましたとも。キスだけじゃご不満なんですよね。やっぱりこの僕のあふれんばかりの愛を伝えるにはキス程度じゃ足りなかったか。あなたがそういうのなら仕方ありません。もうちょっと段階を踏むべきかと思いましたが。やっぱり段階など不要だったんですね。これはお医者様でも治せないなんとやらですよ。この熱病はあなたにしか治せない。僕に参っているんですか。
愛の深さに当てられてしまったんですね。僕は本気ですよ。段階すっ飛ばしていいならいろいろと試してみましょう。きっとあなたにも僕の愛の深さが身に染みて分かってもらえますよ。ひどいな。あれ、避けられちゃった。さすがペーターさん。なんかキャラ変わっちゃってるから誰かと思ったけど本人だったんだな。エース君、この僕に刃を向けると何のつもりです？女の子が襲われていたから助けようと思ったんだ。ごめんごめん、俺ってドジだからさ。あ、でも結果助かっただろ。よかったぜ。縁もゆかりもない赤の他人です。同僚だろ。ペーターさんの方が身分は上だけど職場を同じくする仲間じゃないか。そう、僕の方が上司です。あなたは駒に過ぎない。上司に切りかかってくるような愚かな部下は不要だ。いやー、ペーターさんだとは思わなくってさ。だって我らが最小閣下が女の子を襲うなんて考えられないじゃないか。
僕はそんなに飢えていません。そこらの女に興味がないのご存知でしょうに。彼女は特別な人なんです。あなた、僕の愛しい人に怪我を負わせるところだったんですよ。万死に値する。謝ってるじゃないか。愛しいだとかペーターさんらしくもない言葉だな。なんかキャラ違ってない？外見は同じだけど、実はペーターさんも双子だったとか？ふざけたこと。怖い怖い。本気なんだ。ますますキャラじゃないよ。わわわ、怖いなあ。ごめんごめんごめん、退散します。ごめんね。さすが武闘は安くない。やはり謀略で落とすしかないのか。あ、すみません、あの人うちの城の極つぶしなんですよ。驚いちゃったでしょ。近いうちに排除する予定なので許してくださいね。